福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、ここで打席には筒香が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたか。打ちました、センターに抜けました、ホームに送球する、さらにピンチ、バッターボックスには筒香が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。ストレート打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウトで3アウト、栗山さんならこのバッターどう攻略しますか。ここは基本ではアウトコース中心のピッチングでいいと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるか。今日は見事な完封で白星。